アラン・ベルナール・アラン・ベルナールは、フランスの競泳選手。フランス南部、オーバーニュ出身。身長196センチメートル。体重84キログラム。ベルナールは、2008年3月21日に、オランダのアイントホーフェンで開催された、水泳の欧州選手権の男子100メートル自由形、準決勝において、47秒60の世界新記録をマーク。2000年に、オランダのピーター・ファンデン、ホーヘンバンドがマークした47秒84の世界記録を8年ぶりに更新。翌日の22日に行われた決勝でも47秒50と連日の世界新記録を達成し金メダルを獲得。さらに翌日の23日には50メートル自由形の準決勝でも21秒50の世界新記録を達成。先月オーストラリアのイーモン・サリバンがマークした21秒56の記録を破り、3日連続の世界新記録を達成。しかし、同27日、オーストラリアのシドニーで行われた、水泳のオーストラリア選手権で、サリバンが21秒41をマーク。わずか4日で、ベルナールの50メートル自由形の世界記録は、破られた。北京オリンピックの 4×100 メートルフリーリレーではフランスのアンカーとして出場。トップで引き継いだが46秒06の史上最速タイムを記録したアメリカのアンカージェイソン・レザクに逆転され銀メダルに終わった。また、オーストラリアの第1泳者イモン・サリバンがベルナールの記録を破る47秒24を出し、世界記録も破られてしまった。100メートル自由形の準決勝で47秒20の世界記録を出したが、直後サリバンは47秒05をマークし、またも世界記録を更新した。二人の対決が注目された決勝では、世界記録の更新はならなかったものの、47秒21でサリバンを抑え金メダルを獲得した。2009年4月23日、フランス選手権100メートル自由形で46秒94の世界新記録をマーク。世界で初めて46秒台に到達したが、水着非認可のため公認されなかった。ベルナールは不満を表明している。なお、ベルナールの世界記録は、同年の世界選手権にて、ブラジルのセーザル・アウグスト・シエロフィーリョが46秒91を泳いだことで更新された。2010年の世界短水路選手権では 4×100 メートルフリーリレー決勝で第1泳者として登場し金メダルを獲得した。2012年のロンドンオリンピックでは 4×100 メートルフリーリレーの予選に出場し母国の金メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。